日本茨城県森谷市、松並北園森林公園土地区各整理事業志向、前の栄泉寺参道松並は、茨城県森谷市の大技。2002年に、森谷、同地の各一部から新設された。郵便番号は302-0108。森谷市東部に位置する。地域の中央を通る旧朝市街道には、幕府の奨励のもと、森谷藩によって1620年に、 松が植えられ、現在も残る。地域の北部には、つくばエクスプレス総合基地があり、地域の東部には、都市軸道路が通る。また、地域の西部は、関東鉄道上層線、国道294号が通り、森屋市松並と地区画整理組合による、土地区画整理事業が施行された区域については、勘置処分後の二千十六年十月二十二日付で、 四国区域外の一部の区域とともに、松並青葉一丁目から四丁目として分離された。東は赤北家、西は百合ヶ丘、龍拓五所家宮、南は東屋、北は筑波未来市等々と接している。かつては森屋の一部で、城下町森屋の北側の地域である。面積の広い森屋の分割により、旧森屋の北東部を区域とし、 2002年2月2日の森屋市市政志向と同時に誕生。長州街道沿いには地名の由来にもなった松並木を残しつつ、森屋市松並土地区画整理事業によって宅地化が進んだ。地域内にある長州街道に松並木があること、死の木が松であることから松並とした。地域住民を対象としたアンケートでは、松並の他に北園、北原、青葉、 若葉、百合の里などの名称が挙げられた。松並には十二の小技が存在する。それぞれ森や同地の頃からの小技を継承したもので、一部は同じく森やから分裂した本町、百合が丘にまたがる。2018年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。臨時である筑波未来市のコミュニティバス、未来号が地域内を走っている。 コミュニティバス地域内には、松並、北園西、東クリニック経由前の3つの停留所がある。また、東クリニック経由前停留所から森谷駅へ向かう路線は、再度、東クリニック経由前停留所に停車する。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。また、開発地域の人口増加を見越して、2008年4月より、 学区変更が行われている。ありがとうございます。